皆さんおはようございます、7月21日、火曜日です、今日は久しぶりにですね、勤務が通常営業に戻ります、何連勤だろう、まあ、8連勤か9連勤ぐらいで目ではありますが普通営業に戻ります、昼から出勤ですのでやっと普通の8時間労働に戻りますので、今日はゆっくりと、島を一周できると思います。できるというかそのつもりしかありません、夏ですので、テレビともだん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 気温が上がってきてますのでこのように2つですね、水筒をリュックに差し込んで、一周してまいりたいとこう思っています。それでは海猫団地です。もうついちゃってるんです。はい、ご覧ください。ますます減ってることは確かです。もう間違いないです。でもね、こう減り具合が、いや画面を通して分かっていただけるぐらいの減り具合ですね。これはもう皆さん見ていただけてるんじゃないですかね。まあ無駄です。また今日もその分ひながなくなってます。道場ではまあ無駄です。なんか宗教のよく日曜の朝のラジオとかでやってるなんか仏教のね、仏教だけじゃないですけど、いろんな宗教のラジオじゃないですか。まあ、生身だめです。本当にごめんなさい。いつもコメントくださってる方からも、たくさん遺体が映ってて、ショックでしたっていうコメントをいただきましたが、でも本当にそうなんですよ。もうね、撮らないように今カメラを回すってことができないぐらいいるんですね。今日も。まだ本当に生々しい。新しい、当然昨日はいなかったものですから、新しいひなの死体なんですよ。ああ、もう、本当に。心が折れそうです。もうこれしか言いません。ここも当然こっちの方もヒナはほぼ見受けられなくなりました。変な話しますとね、全然いなくなってから、あの岩場に行くじゃないですか、秋も深まってから。そうするとね、なんで路上にこんな死んでるんだ、まさか人間の車が引き殺してるんじゃあるまいなって思うでしょ。いや、動画を見てくださってる皆さんも思ってると思うんですよ。でもね、そうじゃないんですよ。死んでるヒナがいっぱいいるのは何もこの路上だけじゃない、車のせいじゃないっていうのがあの中に入っていくと分かります。もう本当にたくさん生まれてたくさん死んでるんです。それが事実です。最初の頃にお伝えしたと思いますが、一つがいい多いつがいで3羽産みますんでね、卵を3羽育てて3羽とも帰ってるっていうのを目撃してますんで、3羽いるとやっぱりそのうち3羽とも成長して大人になるなんて無理なようで、3羽いてせいぜい大人になれるのは1羽、
かな。もうその一番最初の卵から始まって一番外的に狙われやすい、まあ、つまり死にやすいところを観察してしまっているこのジョギングバカとしてはですね、本当にこの路上のヒナたちのもう姿は、ああ見てください、忘れてきちゃいました。またカードを忘れてきちゃった。しょうがないな、本当に。まあでもアップで撮るほどもういませんから、今日はじゃあアップはご勘弁いただいて、少し私の方から歩いてって寄ってみましょう。せっかくこのカメラ持ってきたのに中に入れるあれがないですわ。今日は2画面中継はお許しください、できません。ああしかしもうみんなたくましく飛ぶな。昨日まだ親から餌をもらっていたあの子は元気でしょうか。この飛んでいる中に含まれているといいんですが、あそこにいますね。おそらくあれ昨日の子ですよ。あでも、うん、親の方が飛んでった、もうあげないよって感じで。さあお前も飛ぼう。よしよし飛べるな。ああ山の矢物、普通にこれだけ死んでるとね、こう、ただジョギングすることが入れの旅みたいな感じですよ。自然で自分たちが生きてるんじゃなくて生かされてるなんていう言葉をよく耳にしますが、この状況の中歩ってるとそういうことはもう日常ですね。改めて言う必要がないほどの日常です。当然必然です。当然というか必然なんです。我々はたまたま今日も生かされてます。私の大変尊敬する千日解放業を2回成し遂げた酒井大アジャリがおっしゃっていますように、一日一生、こんな大したこともできない私ですが、今日精一杯せめて歩ったり走ったりすることぐらいはできますので、まずはそれをしてまいりたいなと思っています。非常に、あまり見たくない映像を見せてしまったかもしれません、申し訳ありません。次行きます。すごいまとわりつくように今日蒸し暑いです。こんな朝から蒸し暑いなんていう日は正直テブリ島では年に何回かしかないはずです。ないです、ないと言っていいでしょう。
なんせお盆明けに休暇から帰ってくるともう寒いですからね。本当ですよ皆さん、8月のお盆までですから、テレビ東で夏らしいのは野鳥のひなたちが巣立っていったぐらいで、もう全然夏らしくなくなっちゃうんです。はい、上がってまいりました。黒崎海岸を上から見たところです。見てください、耳を澄ますとウミネコがいるのは分かりますが、あの最盛期との声の大きさの違い、お分かりいただけますか。もうそんなにけたたましい句は聞こえません。それと明らかに違う。さあ上がってきました。赤い岩です。赤い岩、展望台が見えてきました。展望台と同時にいつものトイレが見えてきました。名前2つ、ウトウのヒナも同じようにいっぱい死んでます。はて、いつものパトロールです。スパッツにランニングシャツというこの軽装でカラスの群れに向かっていくのはなんか怖いです。別につつかれたりはしないし、まあ私のことは敵ではないと認識してくれてるという自信はあるんですけどね。でもつつかれたら痛そうですね今日は。はい、ああもう何匹何羽見ただろう、途中からもう数えてないや。なんだ、メタブツ。仕事が忙しすぎて、ここまで上がってきたな、また。久しぶりですから、疲れますな。雨がポツポツ降ってきました。はい。テイルトの最高峰です。降ってきましたね、だいぶ。カメラに雫がついてるかもしれません。いやー蒸し暑いなと思ったら、そういうことでしたか。雨が降る前兆だったんですね。はい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 。さあ下り坂に入ってますよ。観音崎を過ぎました。人生下り坂最高エリアにかかってまいりました。そろそろ一周も終わりです。いや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 、ポツポツと降り始めた雨に追われるようにね、ジョギング後半家路を急いでいるジョギングバカでございます。それでは皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。今日も一日お元気で、頑張りすぎないで、ぼちぼちとお元気でお過ごしください。ジョギングバカもそうしたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう、さよなら。